そうです。今日は。なんかお天気ですよ。よく撮れるでしょ。え？綺麗に撮れるでしょ。ちょっとね、青いの。あのね、同じ晴れでもやっぱりね、多少その色の温度っていうのがあって、ちょっとね、低めだから青っぽくなっちゃう。もうちょっとね、薄く雲がちょっと出てるぐらいの方が綺麗かもしれない。ずっとやってるとね、分かるんですよ、そういうの。あ、ありがとうございます。そう、今日ね、今言ったみたいにちょっとね、昨日まで天気悪かったんですけど、今日はまあ急に晴れてで、ね、青っぽいんですよ、やっぱり。5月の日はね、もう少し柔らかい感じなんですけれども、今日はちょっと気温もぐっと上がってるから、そんなに優しい感じの5月の晴れではない。まあそんなこと言ってらんないからね、条件どうこう云々の言ってらんないんで、いつも通り撮りますけど、いい感じですよね、なんか街の雰囲気が。ああ、この辺ぐらい引いた方が、あの右側の蕎麦屋さんの看板に出て、ああ、おっちゃん行っちゃった。蕎麦七か七蕎麦か両方書いてあるから、店名が。この辺まっすぐ取ったらもしかしていいかもしれない。ちょっと車来ちゃったんで、あの右側にちょっと自転車止めてあるんでね、それちょっと入れて、家庭用。
同じような感じでね、道路予定地ずつ並んでたんですけれども、ここすごいいいですよね。ちょうど人も来てくれたし、ここ今ちょっと撮ったんですけど、すごい雰囲気ですよね。あの右側に魚屋さんがあるんですけども、それがちょっと気になったんで来てみたんですけれども、ここちょっとねじっくり撮ってみようかな。今ねここから一応撮ったんですけれども、道路のこっち側より、ああこっち側もいいかもね。あとはね、あの一応四つ角来たら全部あの気になったところはだけね、あの角角から見るようにしてるんで、気になったところはねこうやって回ると必ずどっかあのはまるところがあるんでね。こっちはあの魚屋さんがちょうど見えるんですけれども、こっちもね、ああ悪くないかもね。こっかもね、ここなんか街灯があるから、これ商店街かな、ずっとねあのまっすぐ。こっちが多分南になると思うんですけど、こっちはまあない、あ、あるか、こっちも。あ、商店街なのか、一応ね。魚屋さんだけやってはんねや。で、あとは、一応手が塞がってるんで行くとこ行くとこでは取れないんですけど。あ、ここもあのお弁当屋さんの車が止まってていいかもしれないですね。ちょっとね、端から取ってみますね、ここね。でもここはまあ大したことないか、こっち側からは色もあんま良くないし、今日はちょっとねさっき言ったから色が青っぽいんでね、なかなかちょっと雰囲気がつかみにくいんですけども、あんまよろしくないな頑張って喋って撮ってた割には最初のとこが良かったな。この辺はあ、ここもいいな。今のの自転車をしてらっしゃる人が入ったのは良かったかもしれないですね。このファミマのとこもいいですよね。さっきから撮りまくってるけど無言で、ここもいいよな。ちょっとね車来ちゃったから、あの車行ってからの方がいいかもしれないですね。ここちょっと撮ろう。でちょうどね雲が一個出てきたんですよ真っ青な空だったんだけど、雲一つの青空だったんだけど、雲が一つポツンとちっちゃいのが出てきて、あれがうまくね、どうかな、画角には入んないかな、あれは。あれが入れれば結構いいかもしれないんだけど、あ、ちょうどあのおばあちゃん二人組がいい感じで入ってもらいましたあ、もう椎名町、見えてますね、駅ね。これじゃ動画じゃ見えねえか小さすぎて。こっちが、まあこっちは長崎の駅は丸本先やね。